寝ながら聞ける。建築士独学道場です。通勤時間、通学時間、睡眠前など、寝ながらでも聞けます。受験生の貴重な時間を有効活用してください。正しい説問の文章をひたすら読み続けます。今回は、令和3年、一級建築士学科本試験、学科1、計画、問い1から問い11です。なお、 図形式の問題は省略しています。さあ始めます。問い1次の用語に関して 1SDGs は誰一人取り残さない持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の17の開発目標からなり その目標の一つに持続可能な都市がある。2QOL は近年生活の質的向上を目指そうとする機運の高まりとともに建築計画においても医療福祉等の分野で重要性が増している。4重要伝統的建造物群保存地区における集計事業は 伝統的建造物以外の建造物や新築される建造物が歴史的風磁と調和するよう、外観を整備するために行う事業のことである。問いに、海外の都市に関して。1、ミレトス、トルコ、紀元前5世紀頃は、 ヒッポダモスの計画による、城壁内全体に、格子状に直行道路網を敷設し、都市の中央部に、行政、宗教、商業施設を、その南北に住宅地を配した都市である。2。ローマのカンピドリオ広場、イタリア、16世紀は、ミケランジェロの計画による、 大形状の広場とアプローチとしての大階段、三つのパラッツを対照的に配置することで、軸線を強調した、バロック的な広場計画の初期の事例である。4。チャンディガール。インド、20世紀後半は、ル・コルビュジェの都市計画理念に基づく、 格子状に分割した区域、ユニットと7段階に機能分けした道路網からなる都市である。問4。建築計画に関して。1。小学校の計画にあたり、インクルーシブ教育システム構築のため、障害のある児童と、障害のない児童とが、 交流及び共同学習できる施設とした。2。病院の計画にあたり、医療行為を中断することなく、設備更新が行えるように、手術室のある階の上階に、設備階、インタースティシャルスペースを設けた。3。ホテルの一般客室を、 車椅子使用車用客室へ回収するにあたり、2つの客室の間仕切り壁を撤去して一室化し、客室内にスロープを設置し、客室全体の床の高さを、トイレ・浴室等の床の高さと合わせた。と以後、建築物の各部に関して、1. 外壁や屋上から離れている居室に設ける光ダクトの設計においてダクト内の光の反射回数を減らすためにダクトの曲がりを少なく断面積を大きくした3木材の構造材を表し仕上げとするにあたり燃焼時に木材の表面が炭化し中心に向けて燃える速度が遅くなるので 木材の部材断面を大きくすることで、耐火性をを高めた。4木材を構造材として使用するにあたり普及しにくく乾燥に伴う収縮やそりが少ない新材を採用した問い6人間の周りの空間や距離等に関して。 1>, 1エドワード・ホールは人間同士の距離の取り方等の空間の使い方はそれ自体がコミュニケーションとしての機能を持つと考え距離をコミュニケーションと対応させて4つの距離体に分類した 3H メルテンスは建築物の高さと視点から建築物までの水平距離の比によって 建築物の見え方の変化を尺度化した。4. オスカー・ニューマンは物理的象徴的障壁と見通しの良さを持ち住民たちがそこを自分たちの場所と感じているような環境をディフェンシブルスペース守りやすい空間と定義した。 問7建築物内で発生する音に関して1室内の反射音を防ぐために壁と天井の仕上げに穴空き板を採用し低音域の吸音率を向上させるためにその仕上げとコンクリートく体との間に空気層を十分に確保した3オープンプラン型の小学校において 隣接する教室からの音の電波を防止するため廊下の天井の仕上げに表面をガラスクロスで覆ったグラスウールを使用した4隣り合う部屋の間仕切りにおいて石膏ボードを両面張りとした壁の遮音性能を向上させるため共通間柱構造から壁のボードを各面ごとに 別々の間柱に取り付ける。独立間柱構造に変更した。問8建築物の各部の高さに関して。2。庁舎の車椅子使用車用トイレの計画において、ドアを開閉するための押しボタンスイッチの高さを110センチメートルとした。 3ホテルのフロントカウンターの計画において、一般用の高さを100センチメートルとし、車椅子使用者用の高さを70センチメートルとした。4、事務所ビルの事務室の計画において、椅子に座った時の視界を遮るためのパーテーションの高さを120センチメートルとした。 問10施設を計画・運営する際の官民連携等に関して、1、指定管理者制度とは、文化会館や保育所、公園等の公の施設の管理運営を、ノウハウを有する民間事業者等が行うことで、住民サービスの質の向上を図り、施設設置の目的を効果的に達成するための制度のことである。 町並み環境整備事業とは、住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び町づくり協定等を結んだ住民が協力して、美しい景観の形成、良好な居住環境の整備を支援する事業のことである。3TMO とは、商業・業務機能が集積した地区において、 中心市街地活性化基本計画等をもとに活性化事業等を推進する民間主体の組織のことである。問い11都市開発やまちづくりに関して2富山県富山市ではレジリエンス戦略を策定し自然災害による 大きな被害や少子高齢化等の社会構造の変化に直面しても速やかに復興しさらに成長する能力や強靭さを有する都市づくりに取り組んでいる、3. 香川県高松市ではタウンマネジメントプログラムにより第3セクターを設立し地域住民や事業者地権者を主体としたまちづくりが実践されている。 4福岡県北九州市では民間自立型によるやもり事業者の設立や定期的なリノベーションスクールの開催により有給不動産を活用したリノベーションまちづくりが実践されているお疲れ様でした合格目指して頑張りましょう。